これ何？これはビール。これだから無人島漂流する可能性あるから。キャスターウェイみたいな感じで。ラッシュガード、タイツ、水着。ああはい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 、モンベル言ってんのこんなの、じゃあこれ着よう。ニューエラかっこいいね。ニューエラに、まあ、カシオデータバッグ、ライフジャケット、そしてベンジョサンダル。競泳のね、競泳のね、アリーナ、アリースペシャル。ピチピチなんだよな。お、よいしょ。お父さん一番下ぐらいで。よいしょ、よいしょ。はい。クーラーボックス肩からぶら下げてる人、これからサップすると思えない。おお。ちょ中見せて中。まずこれが乗り物でしょ。はいはい。でこれでまあイカのフライで、まあ食べ物としてチーズタラで、はい、糖質ゼロ一番搾り。ボックスの多分こっちの方がいいかな、安定性が。なんか初めてだ。ちょっと一旦荷物を外して、この曲がってるところを水につけるんだけど、難しくないこれ。水ブシャーで立つのバリムズいんだけど、これ行くぞ。早っ。あのおじさん早いな。現在地は岸を出て20メーターぐらいの場所ですね。20メーターにしてもうすでに出来上がっちゃってるところ。タンタタタンタタン。あー、ごめん。奥立つのか、立つのか、立たない。そう、ここで危険だったらもう無理でしょ。あ、じゃあ持ってるね、持ってるけど水があったかいので全然。ちょっと長いですね。ちょっとちょっとちょっと待って、ちょっと待って。今日はあっちの本栖湖の逆サイドまで本栖湖横断サップツアープロデュースドバイ男の方。この姿勢で漕ぐことで最小コースで前進する。なんか後ろからドフラミンゴみたいな声した。まさかこいつ海賊船じゃん。あーちゃったちゃった。生しらすと味見てみる。生しらす味いるわ。今日のランチます。Is it good? Yes, it's great. So nice. ダイエット中の方、これはチェット。しゃあ、昼の部休憩終わり、次は地蔵に進んで、さらに奥地に向かって進んでいきたいと思います。もうみんな立つ元気もなく、やばい、腕上がってる。ミュウさん溜まってる。
Highway to go danger zone。帽子飛んできそうじゃない？やばい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 、ギリギリで避けていく。風がやべえ、風が。えんやこら、えんやこら。風が強い、風が。真後ろ？これか。完全にマスターした。完全にマスターした。まっすぐ入れて。まっすぐ下ろす。まっすぐ入れて、あんま後ろに。おい、俺が後ろに来たタイミングで平行いてんじゃねえよ。どこかつって風来て。コントロールじゃあポートレート行こうかな。3倍ポートレートで。ガーザイ。なんかのあれだね、これ本かなんかの表紙じゃん、これ。どっかで見たよね。32歳湖に生きるみたいになってます。この湖と生きるみたいな。アーリーリタイアした僕の、そうそうそう、僕の300日みたいな感じで。今日はモトスコドドンっつって、ポーオーっつってね。じゃあおしっこしますか。じゃあポーっつって。山から山を越えて降りた人が9分くらいでぶつかってる。それで一気に加速して離陸して。すぐ離陸するよ。そうそう。途中すぐ、あ、やばい、フロント設置かないわって。リアが暴れて。ビールチャンスじゃん。ビールは到着まで合わせて。ダメだったダメだったら死ぬじゃん、それから。それでビール飲んでしてんだろ。もういいやつ。最後の晩餐だ。そう、みんなの姿も見えないしって。なんか知らない無人島に漂流してね、キャスターウェイになって。そう、なんか知らないおじさんがあそこら辺にいるみたいになって最初に。あれって言うなんだよ。あれって書いてあるんだよ。よし、帰るか。また本栖湖を横断して車の場所まで戻ります。よし、あフロント浮いとるよ。もうちょっと、もうちょっと後ろ。おおおおお、ここでくるって回るやつ。あの180度いきます。3、2、1。いいよ。じゃあ一体ジャンプからいこう。ジャンプから。すごい漫画みたいに。あ、ジャンプはじゃあまあまあまあ、なんかね、パドル多分ね、横持った方がいい気がする。うわあ！スリーシックス。いや、オッケーよ、よかった。おーちゃん、なんで僕がこれ消費カロリーすごいじゃない。すごい。これ人間コンディション。直進するやつって。なんで6キロ？おお、すごい。1.6 キロ超えだってすごくない？いきます。運命を感じる。あ、オリジナルブレンド。360は無理だろうな、これ。そもそもこうパドル持ってたら無理だな、360。君ちゃん360見て。
パドルを持っておこう。回転地点に刺さってボールがない。めちゃくちゃやるよ。ブラピも言ってたから。確かに。スカート履いてね。そうそう。みんな死ぬんだからもうめちゃくちゃしようぜ。いいよねあれ。悟ったんでしょうね、なんかいろいろと。そうそうそう。関係ねえんだみたいな。スカート履いたらみたいな。ブラピのあのね、ファイトクラブの頃からあんまその精神変わってないのがいいんだよ。いいんだよみたいな、死ぬんだからみたいな。めちゃくちゃしろみたいな。